皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは飼育している爬虫類に関する話題や爬虫類飼育用品の自作方法を定期的に投稿しています。今回はセベロットという甲羅の病気になったニホンイシガメについて、治療を続けて半年後の経過報告と屋内から屋外に引っ越した様子をお届けします。こちらが屋内で療養しているニホンイシガメです。昨年の秋にシェルロットが発覚したため、現在は冬眠させずに屋内で飼育しています。ちなみにシェルロットとワカメの甲羅の病気で、細菌や真菌によって甲羅に穴が開くことがあります。今回は、石などで擦った際にできた甲羅の傷から侵入して広がったっぽいので、獣医さんに壊死した組織を取り除いてもらって、ひたすら消毒して治療しました。治療の結果、穴の開いていて痛々しかった見た目から、現在は穴の中から肉が盛り上がって塞がっています。跡が残っているので完治とまではいきませんが、進行は止まって元気に動き回っているので一安心です。療養に使った飼育環境は、幅 85×奥行き 51cm のトロ船にバーベキュー網で蓋をした簡易的なケージです。トロ船の中には通気性の良い玉石の床材に、カメが全身疲れるぐらいの水場を2つ設置しています。水場が2つに分かれている理由は、片方が汚れてももう片方の水場に簡単に避難できることと、持ち上げられるほどの水量に分けることで、毎日の水替えと水場の掃除を容易にするためです。この環境に、紫外線ランプと保温ランプ、可視光ランプの3点を設置して、外が寒い間は飼育していました。5月、すっかり春の陽気で気温も高くなってきたので、そろそろ屋外環境に戻してみようと思います。元気に泳ぎ始めました。カメの給仕は前日に済ませているので、今日は環境に慣れるまで放置して、明日様子を見ましょう。翌日になりました。朝は冬を越えた餌用のメタカたちに給仕するところからスタートです。イシガメはすでに奥の給水口のところまで下がって警戒態勢ですね。昨年はケージの前に立つと自分から近づいてきたりしていましたが、すっかり知らない人扱いされています。試しに餌を与えてみましょう。警戒心がある中でも食べてくれるでしょうか。爆食とまではいきませんが、普通に食べてくれました。気温が上がったお昼ぐらいならもっと食べそうですね。まだ初日なので油断はできませんが、ひとまずの引っ越しはうまくいったようで何よりです。さて、無事に屋外飼育に切り替わったところで、今後健康に過ごしてもらうための飼育方針を3つ考えました。1点目、密外頻度は週1回、トロ船1杯を丸ごと交換します。亀池にろ過システムがついてはいますが、うんち本体は水槽の底にたまるので、根本対策はこれしかありません。ろ過装置による浄化はサポートくらいの認識で、基本的な水替えは手動で行うようにしていきます。2点目、しばらくは屋内飼育時のサイクルと同じにするため、餌は2日に1回ペースに抑えます。給餌ペースが早いと、その分排泄のサイクルが頻繁になり、水を汚しやすいです。気温が高いので1回の量を多めにしますが、2日に1回排泄されるようなサイクルを維持します。3点目、菌が甲羅の汚れを食べて繁殖することを防ぐため、水替えついでに週1程度、甲羅磨きと消毒をします。ついでに甲羅の裏も見れるので健康チェックもできますし、夏場は苔がつきやすいので、活着の予防にもなります。これらの飼育方法でしばらく運用してみて、カメが冬眠準備に入る10月ぐらいに冬眠させるか判断しようと思います。といった感じで、今回は暖かくなってきたので、療養明けのカメを屋外飼育ケージに引っ越した様子をお届けしました。今のところシェルロットの進行は収まったみたいですが、代謝が落ちるとまた発症する可能性があるため、定期的に甲羅の状態を見ながら飼育していこうと思います。カメ飼育3年目になりますが、まだまだ不慣れな点もあるので、気になる点等ありましたらコメント等もらえると助かります。では、今回の動画は以上です。この動画が面白いと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。